それでは、保護者による仕上げ磨きの二重分割法についてご説明をいたします。まずですね、利き腕の右側からスタートいたします。で、奥歯の外側からまず一箇所磨いていただきます。そして前歯は二箇所に分ける。前歯は三本ずつ磨いていただきますので、今ので二箇所目、そしてこれで三箇所目で、奥歯で四箇所目になります。で、このまま裏側を今度は磨いていただきます。で、五箇所目、そして六箇所目になります。ここですね。そしてこちらを磨いていただいて七箇所目で、この時には歯ブラシをかかとからつま先に使っていただいても、腹を使って脇を使っていただいても結構だと思いますけども、こうやって磨いていきます。これで8箇所になります。そして9箇所目に溝を磨いていただいて、左側の溝で10箇所目になります。そして左側が終わったら、このまま下の歯の外側に移っていっていただきます。で、ここについても、下についてはまず1箇所目、そして2箇所目、そして3箇所目、そして4箇所目、そして内側の5箇所目で、前歯は3本ずつ磨いていただく。これで6箇所目で、下の前歯の左側のこれが7箇所目、そして奥歯の内側で8箇所目、そして溝の部分が9箇所目、そして右の下の奥歯で10箇所、上下10箇所ずつ、全部で20箇所、これが二重分割になります。で、この時に気をつけていただきたいのが、奥歯の外側から始めていきますけれども、次に前歯のこの3本ずつブラッシングをするときに、この糸切り歯の部分がどうしても磨き残しが起こりやすくなります。ですので左側の前歯をするときにも、この糸切り歯、ここの部分がしっかり磨けているかどうかを確認いただきながら歯磨きを進めていっていただきたいと思います。そして下についても同じように、外側を磨いて、そしてこの糸切り歯を磨くときにも、やはり磨き残しが起こりやすいので、毛先をしっかり地面に当てて磨き残しがないように、この糸切り歯については特に気をつけていただきたいと思います。